京都へおいでやすどうも水田京都あき。本日は三条の鴨川の駅にいるんやけど、今からねなんかこの辺でねちょっと激安の焼肉があるということで、ね、食い放題飲み放題また3000キロらしいやんわ。あんまようわからんけど、とりあえず早速ね向かっていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。もうすでに寄ってます。行ってきます。鴨川からお送りします。はい、ということで木屋町の三条、木屋町の三条、西がいたところ、このビルの中にあるということなんやけど、いろんな店が入ってるんやけど、とりあえずネットで調べて激安の焼肉行ってきます。はい、着いたよ。ここの5階、このビルの行ってみよう。謎やろこれか。眺めいいっすよ、ほんま。ここ眺めなんか知らんけどいいっすよ。また激安の焼肉が現れました。2時間食べ飲み放題2777円。はい、いただきます。最後や。鉄板が来ました。こんな感じの鉄板でタレ、ほんで横がこれ絶景ですよ。ほんま絶景何遍だけど、絶景っていうか高いだけやけど、これ三条通り。まずもう腹減ったんでこのステーキいました。これ味噌だれと塩だれ、これでちょっともういきますよ。これやばいよ、ね、すごいなこれ。この肉やばいよこれ。これでも腹いっぱいになってますね。これでも多分ね200g ぐらいあると思うよ。これでも腹パンパンだって。これでも久しぶりの念願の焼肉。ずっと焼肉食いたくてね。これさ、最近どこでもこの大きいタイプの肉置いてんね。これすごいステーキ。これをほんま切るのあるんやけど俺はかぶるからこれがねステーキのお得食いっすよ。うまい。うん。なんか次々言うたよこれ。なんかもうハラミとかこれホルモン、塩バラ、豚の塩バラ、牛の塩バラ、塩味、いろんな言うたからね焼いていく。いいね、なかなかおしゃれな盛り付けで。ありがとう。まあまあごつい。単品メニューで唐揚げ言いましたよ。これ唐揚げ、これ絶対うまいよ。これカリカリよ。これはい、大好物の唐揚げ。今日はね辛い唐揚げ言いました。辛口と普通となんか選べたんで辛口の唐揚げ。うんこのから歌いくやん。はい、続いてね、生千枚ですよ、生千枚。うまそうやな、これ。食べ放題で生千枚がある。うおー、むっちゃ分厚い生千枚。栄養たっぷりのして。いただきます。幸せですよ、この3000以下の飲み食い放題で生千枚。こんだけね、景色も良くてね、食べ放題、遠慮なく食べれる焼肉、ほんで飲み放題、3000以下、京都でないよ、こんなの。めちゃめちゃ幸福です。はい、続いてね、ホルモンですよ。今日はもうホルモン祭り。ホルモンに千枚、レバーにおそ。たまらんなこれ。これを焼いて。あ、いろんな肉が焼けてきた。これええ感じに焼けてきた。これレバーな、レバー。いいね。千枚。よいしょ。もうなんかわからん、なんかわからんけど、もう食い放題やから、レバー、そしたらホルモンいくよ、ホルモン、これレバー、レバー、牛レバー、最高です。ほんでおかわりは焼酎水割りの濃いめ右焼酎濃いわ濃いわこれ酔うわもうここ来る前から飲んでるやけど酔うわこれ大好きなホルモンが焼けてきたんで食べるよホルモン。これを待ってたやん。これが食いたかったやん、俺は。これが食いたかったやん、これ。ほんまね、これだけの量を見て、こんなものが食べれるっていうことは、素晴らしいことですよ、ほんま。しかも京都でね、感謝です、ありがたい。じゃあ、ホルモン。これやばいわ。うまいやばいしか言えないわ。もうやばいやばい。うん。これチゲ鍋ですわ。チゲ鍋。チゲ鍋ではないけどチゲです。チゲです。ほんでこれイカ。肉はちょっとね休憩で海鮮。これサーモン。このイカですよこれ。これごっついこれ。イカ。イカごっつい。サーモン。さあ焼けるまでにチゲ食いますチゲチゲスープ、うん、まあ豆腐と肉とキャベツもう飲んでるから今日は米が食わへんからチゲ食うで海鮮食うで終わります。今日はサーモンと次は最後海鮮でこのイカやばいなこのイカやばいな。シラスとは海鮮はもうわあ普通に油を塗ったサーモンステーキみたいな感じですね。ほんでこれこれはええよこれイカいただきます。はい、ということでごちそうさまでした。スタイリッシュ居酒屋空間さくらさん行ってきました。もうネットで調べてキューブってたけど2777円ですよ。焼肉食い放題2時間。もうお腹いっぱいですわ。ほんま久しぶりにもお腹パンパンでもう鼻の穴から肉が出てきそうない今日です。はい、焼肉激安の食べ放題飲み放題京都で楽しみたい方はぜひこちらさくらさんお越しいただきたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。焼肉ってパワーがついたはずやけどお腹いっぱいで苦しいです。皆さん愛してます。ありがとう。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。